こんばんは。コーヒートーク続きやっていきたいと思います。やっほーい、やっと来たか。どうもみんな、やよ。どうもフレイヤ。今夜はとびきりハッピーな方がいるね。当然。もしや君の本が承認されたの？それは良かったです。おめでとう。本当にもう私がどれくらい嬉しいかわかる？表情から察するに超嬉しいと手にも昇る気持ちの間くらいだ。その通り。本当は。で、原稿への反応は？正直いまいちだった。後味の悪い物語ね。そう言われたけど今はもう気にしてない。出版されさえすれば私は満足だし、とにかくまあこの本に何が起きようと今はもう焦らなくていい。本を書き上げるまでに1年の猶予をもらえたから。進捗会議を毎月開くんだって。プロっぽいな。当然でしょ、国内最大級の出版社なんだし。さ、私の話はこの辺にして、お店の方はどう？いい感じだ。最近は新しいお客さんがどんどん増えてる。もちろん常連さんも来てくれる。ハイドが韓国への出張から戻ったとか？そうだ、お土産も持ってきてくれた。私には何もないの？どうだろう。ただこう言っていた。お土産はいつも手渡しするって。へえ、そういうとこは昔かたぎなんだ。女の子たちはどう？とってもいい感じです。最後に会ったのは休暇の前だっけ？はい、クーチェラへ行きました。うわぁ、ひでえイベントだったぜですね。3時間もいれば十分って感じで。それからどこへ行ったの？結局ポートタウンゼントへ。どうだった？よかったぜ。歴史巡りがこんなに楽しいなんてよ。そうだ、あなたの新しいプロフィール写真を見たよ、アクア。二人ともすっごく可愛い。やべえぜありがとう。休暇中に撮ったの？いいえ、マックスの最中に。日本のプリクラボックスがあって、だから無理やり一緒に撮りました。あなたもマックスへ？マートル。ああ、ブースをちょいと手伝った。助かりました。何でもかんでも礼を言うのはやめろ。ところでさ、ニールから何か連絡あった？いいえ、ないな。店に2枚絵はがきが届いてる。マジで？ああ、1枚はクーチェラから。そんなに離れてないのに。なんでまた絵はがき？計り知れない人だからね。もう1枚は？ニューヨークからだ。え？ニューヨークで何やってんの？僕にもさっぱりだ。おそらく任務だろう。まあそっか、ニューヨークの方がチャンス多そうだし。とにかく皆さん、今夜もう失礼しますね。ちょっと、もう行っちゃうの？あなたがいらっしゃる前から長居してましたし、それに明日は仕事があって。まあ仕方ないか。じゃあ気をつけてね。小説頑張りな。ありがとう。ではまた、バリスタ。またね。あの二人、最初に会った頃より幸せそう。すっごくお似合い。一緒にいて心が安らぐ相手を見つけるのは楽じゃない。
しかもあれだけ短期間にね。そうね。とにかく仕方してると思ってたらごめん、ベイリース。いいって。なこと思ってないしさ。今夜は一人なの？いや、ルアを待ってる。仕事があるらしくって。こんな遅くに？ああ、ここ数日ずっと残業続きみたいでさ。で、二人はどうなの？いい感じだよ。というか、10年付き合ってついに来月から一緒に住むことになって。うわー、やったじゃん。けどルアはルームメイトと暮らしてたんじゃ？新しいアパートへ引っ越すんだ。彼女最近昇進してさ、会社のアパートに住めるんだって。うわー、ルアって社内で頼りにされてんのね。まあ僕よりずっと稼ぎがいいしさ。みんなわかってるけど、ベイリーズ。君だってフリーランスのくせによく言うよ。あ、ルアだ。ベイリーズ、超ごめん。こんなに長くかかるとは思わなくて。もっと早く終わるかなって。ルア、行って。フレイヤとバリスタが話に付き合ってくれたし。そっか、こんばんは、フレイヤ。それとバリスタも。いきなり飛び込んできてごめんなさい。調子はどう？結構いい感じかな。けど熱々のお二人には負けちゃうな。もう話したの？引っ越しのとこだけ。そうなの。来月から一緒に住むことになって。場所は？この近く。その会社が住まいを提供してくれて、その方が私の通勤費を削れるからって。社員思いのいい会社じゃん。残業した時のタクシー代を払わなくて済むってことよ。あ、まあそれもそっか。それと今後はこの店をちょくちょく訪れるってこと。それって言えてる。この店にはほんとお世話になりっぱなし。礼には及ばないさ。二人に質問があって。どうぞ。最後に会った時、ベイリースを両親に紹介するって言ってたじゃん。どうなった？親父さんにぶっ殺されなかったのは確か。ちょっと、パパと一緒にランチはしたでしょ。それってめったにないことだし。わかってるよ。まあ少なくともダメとは言われなかった。それっていろんな意味に取れそうだけど、いいスタートは切れたかな。うん、悪くなかった。とにかくベイリース、そろそろ行かないと。最初の方を見逃しちゃうよ。どこかへ行くの？フルメタルコンフリクトの深夜試写会を見に行くの。あなたがフルコンのファンなんて意外ねえるわ。私は違うけど、こっちの人がね。おいおい、いつも僕が遊んでるのを喜んで眺めてるじゃんか。あなたを見て喜んでるの、ゲームじゃなくて。あなたをマートルに紹介できなくて残念ね、ベイリース。あのゲームの開発者さんなの。マジかい。まあこの店にはしょっちゅう来ることになるだろうし、近いうちにまた会えるかな。うん、きっとそう。それじゃあ熱々のお二人は行ってよし。映画を見逃しちゃ困るでしょ。うん、じゃあまたね、プレイヤー。またね、バリスタ。映画を楽しんで。行っちゃった。二人とも幸せそう。それでも二人の前には長くて険しい道が待っている。けどしっかり前へ進んでる。そうだ、彼らの話はどう書くんだい？そのままかな。今でも十分美しいし、ドラマもたっぷり。うん、そういう解釈もあるか。とにかくその目は何だい？このカフェの他のお友達のことはまだ聞いてなかった。みんな元気なの？たったの10日間店に来なかっただけで。
劇的なドラマが起きるとでも？ちょっとみんな私の本の大切な一部なんだし。まあ常連さんたちのことでいくつか変化があった。聞かせて聞かせて。さてどれから話そうか。ルアは近くに住むようになって頻繁に店を訪れている。最後に店を訪れた時はベイリースとケータリングや会場の話をしていた。ハイドは土産をいくつか抱えて韓国への出張から戻った。しばらく街で過ごしてからロスへ帰るそうだ。アクアは大学での研究を続けている。現在もインディーゲームの制作に取り組んでいる、パートナーと共に。ニールは店に届いた2枚の絵はがきを除けばどこで何をしているのか不明だ。レイチェルは初のソロアルバムの準備のためスタジオへ戻った。マネージャーを失ったが今は別の事務所で別のレーベルと仕事をしている。そして最後にフレイヤーは書き上げた本が出版されサイン会を行った。残念ながら本はあまり売れなかった。今はフリーの作家として働き相変わらず店に入り浸って。ということで最後全く読めませんでしたがコーヒートーク今回で終わりということになりました。まあなんかなんだろう、ゲーム始める前にしおりみたいなのを選んでやるんですけど、そのしおりが半分ぐらいまでしか行ってなかったのでまだまだ終わらないのかと思いきや唐突に終わりが来てしまってちょっと私も驚いてるんですが、もしかしたらなんだろう、そのちゃんと飲み物を作れていたらもっと話が長くなったり違う話があったりしたのかもしれないんですけど、一応私はこういう最終回を迎えました。まあエピソード2をやるかちょっとまだ分かりませんが、まあコーヒートーク今回で終わりということになります。ご視聴いただきありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。それではまた。いらっしゃいませ。どうもバリスタ。どうもこんばんは。以前に会いましたっけ？今日が初めてだと思いますが。もちろん私は前にもここへ来た、というかここで働いていた。え？待った、まさか本当に君かい？しばらくぶりだ。変わったな、まるで別人だよ。あれ以来地球人との暮らしについて多くを学んだ。なら任務は成功だった？大成功だ。でなぜ今はその姿に？溶け込むためだ。地球の移民捜査官が私を追っているようでね。言われてみれば。お探しに店へ来たっけ？いつ頃だい？君が二度目に店を訪れた後だ。
スーツ姿の坊主の男か。ああ、そいつはファイヤーの捜査官だ。知ってるのかい。ああ、幸い当時とは姿を変えている。ところで、私の前では演技をしなくていい。ならついに気づいたのかい。我が種族からそういった力が生じるとはね。ただ君は演技がうまい。練習の賜物だよ。けどいくつかの時系列では特定のことを知らない。ふりをするのを忘れてしまってね。ほう、それは興味深い。そうした失敗について聞かせてくれるか。まあ何度かあって、一度目はフレイヤに計画を聞いた時、次にレイチェルが初めて店を訪れた時、最後は君が二度目に店を訪れた時だ。ほう。おっと、もう一度あった。フレイヤが原稿の承認をもらったすぐ後に。見せてくれるか。我が種族とのコミュニケーション法はご存知のはずだぞ。初めて試すけどやってみよう。